滋賀県は今日新たに1790人の感染を確認したと発表しました。また、60代から90歳以上の男女6人の死亡が確認されています。大学入学共通テストが今日から2日間の日程で始まりました。今年から電子機器を利用した不正行為の防止が強化されています。県内では5大学6会場で共通テストが行われ、5929人が志願しました。このうち滋賀大学大津キャンパスでも、初日の今日、地理歴史と公民から始まる試験に受験生が臨みました。近年と同じく新型コロナの感染対策も徹底されていることに加え、今年から強化されているのが電子機器を利用した不正行為の防止です。スマートフォン、ウェアラブル端末などの電子機器類を持っている人はすべて机の上に出してください。共通テストをめぐっては、去年の試験中に問題画像が外部に流出したことが発覚しました。対策として大学入試センターは、今年からスマートフォンなどの電子機器は一斉に机の上に出させ、電源を切ったのを確認してからカバンにしまわせることにしています。大学入学共通テストは明日も理科と数学の試験が行われます。県内で相次ぐ特殊詐欺の被害を防ごうと、大津市内で今日、一般の市民を対象とした講座が開かれました。この講座は、大津市消費生活センターが県警の協力を得て開いたもので、特殊詐欺の対策を題材とした講座を開くのは、消費生活センターにとっても初めてとなります。騙されないためにはどうすればいいのかということをお知りいただきまして、日常の生活にお役立ていただければ幸いに存じます。県内では去年1年間で特殊詐欺の被害が132件、被害額はおよそ3億2400万円に上り、件数、被害額ともに前年と比べて増加しています。今日は県警の防犯アドバイザーが特殊詐欺の最新の事例と対策について解説しました。対策については、犯人は実在の役所や銀行などを名乗るが、個人宅にそんな電話は少なく、一度は疑うことが必要。詐欺電話の多くは03や0120の局番で始まる。電話でお金のことを言えば詐欺といった必要な心構えなども紹介され、参加者らが真剣な表情で聞き入っていました。